二千十二年五月現在の視聴可能な国、アニマックスは、ソニーピクチャーズと三井物産による合弁会社、株式会社 AK ホールディングス傘下の株式会社、アニマックスブロードキャストジャパンが運営するアニメ専門チャンネル。日本では、アニマックスブロードキャストジャパンが衛生機関放送事業者として、スカパーで放送を行っているほか、スカパープレミアムサービス、 ケーブルテレビ、レオパレス21居住者向けのプロバイダーである、レオネットなどに番組を供給している。かつては移動受信用地上機関放送事業者として、モバキャスによる放送も行っていた。日本国外では、香港、台湾、韓国、東南アジア、欧州でも放送が行われている。キャッチコピーは、アニメ見るならアニマックス。専門チャンネルで、 国内トップの視聴可能世帯数を誇り、多くのケーブルテレビ局で視聴できる。特に、デジタルケーブルテレビでは99%の世帯に導入されている。アニマックスというチャンネル名は、アニメとマックスを掛け合わせたもので、最強のアニメチャンネルを目指すという願を込めたものである。各時代を代表する作品を揃え、昼夜間はファミリー向け、深夜は、 コアなファン向けのアニメを放送するなど、老若男女幅広い層をターゲットとした編成で、ATX とキッズステーションの中間的チャンネル。ファミリー劇場と同様に、放送禁止用語に関しての扱いが厳しい。株主に、日本の代表的なアニメスタジオや、広告代理店がなお連ねているため、放送番組はこれらの関連作品に加えて、 ソニーと並び JSKB のイコールパートナーであった富士テレビの制作作品も多い。ソニーが大株主である毎日放送の制作作品や漢字局担当の UHF アニメも比較的多く放送されている。また、名探偵、コナンやプリキュアシリーズなどといった近年の地上派での人気作品も CS で初放送している。かつては、 サンリオのキャラクターを起用した作品も放送されており、主に、お願い、マイメロディシリーズや、キティズ・パラダイスプラスが放送されていた。任天堂原作のアニメは放送されていない。開局当初、ソニーグループがアニマックスの親会社であった影響だと思われる。キッズ・ステーションと経営統合した2017年以降も放送されていないほか、 カートゥーンネットワークのアニメも同様。公式サイト内の番組一覧も参照現在過去、テーマに沿ったアニメ作品の一挙放送や厳選されたベストエピソードを中心とした24時間を超えるマラソン放送企画が放送されることがある。下記のアニマックス大賞の発表や受賞作品の放送も同時に行われる。2008年は例年の夏ではなく秋に行われた。 2002年から明日のアニメ界で活躍する人材の発掘を趣旨として開催されている。毎年変わるテーマに沿ったアニメにふさわしいシナリオを募集し、一流のスタッフとスタジオによってアニメ化される。2007年開催の第6回では、シナリオ以外の小説、コミックの募集と同時に、韓国、香港、フィリピン、台湾、 タイマレーシア、シンガポール、インドネシア、インドのアジア中各国と地域からの募集も行った。2008年開催の第7回は従来のシナリオのみの募集となっている。現在は開催していないが、2015年に少年ジャンプと共同でアニメシナリオ大賞を開催している。第1回の大賞受賞作品。テーマはアクションヒーロー。太鼓とバチを持った。 大きな熊のぬいぐるみ、スーパークマさん。普段は子供たちが集まるワンダーランドで、ピエロと一緒に楽しい芸で毎日、子供たちを楽しませているが、子供たちのピンチの時には助けに駆けつける、子供たちのヒーローであった。ある日ワンダーランドに族が出現し子供たちを襲撃する。そこへ、スーパークマさんの出番を奪って、可憐なバレリーナ人形のスーパーアドールが族たちを退治した。 第2回の大賞受賞作品。テーマは、21世紀のスポコン。野球部にロボットを使ってもよい。そんなルールができた頃、連敗続きと部員不足で敗部寸前の日なびた野球部は部の存続をかけ、ロボットを購入することを決意したが、強力なロボットには手が出せず、安く手に入れたメイドロボット、あずさしか購入できなかった。それでも部員になれない。 よりましと特訓させる。第3回の大賞受賞作品。テーマは、ロボット。とある病院に入院している少年鈴は、小倉寮の記憶をデータとして取り出した人格組織を移植されたロボットであった。鈴は、個人となった寮の身代わりとして生み出され、記憶の定着のために入院していた。ある日、鈴は入院している、清水ほとりという少女と出会う。 小鳥は徐々に記憶を失いながら死に至る病気を発症していた。第4回の大賞受賞作品。テーマは冒険アクション。2006年に集英社のリボン夏の増刊号で漫画化もされた。父母と一緒に遊園地に遊びに来たリリはフロッグ場にて勇者の剣を抜きいて大蛇を倒し異空間のフロッグランドへ迷い込む。リリの前に現れたカエル王は 卵が帰りカエルになる前に希望の扉を開ければ願いが叶い開けなければリリをカエルにしてしまうと言い出したさらに上空から将来リリの弟として生まれるというスーツ姿の近藤と名乗る男が降ってきた姉と弟はカエル王に与えられた様々な試練を乗り越えていく第5回の大賞受賞作品テーマはあなたがアニメにしたいストーリー ナホは、父と弟のンとの三人暮らし。母はすでに亡くなり家ではナホがンの面倒を見ていた。年頃ゆえ友達と遊びたいナホだが、弟の存在でうまくいかず、苛立つ毎日を送っていた。ある日、ナホの目の前に、夢、玉屋の小太郎と名乗る安男が現れる。小太郎はナホを、夢の世界へと案内するが、気がつくとナホは、ンの夢の中へ迷い込んでいた。 第6回の大賞受賞作品。テーマは、私がアニメにしたいストーリー。全国もし100位以内に入れば、マウンテンバイクが買ってもらえる。母親と約束した高根だったが、結果は112位だった。どうしてもマウンテンバイクが必要だった高根は、成績表を破り捨てて100位以内だったと嘘を言ってしまう。しかし、本当のこと知った妹に、嘘つき呼ばわりされ、さらに、 イナリアの代々木という男が成績表を拾っていた。その男は順位を92位にして高値に返してくれるという第7回の大賞受賞作品。テーマはアクション。番宣などの CM ナレーションには今までに5人の男女声優が起用されており、作品や告知などの内容の性格の違いによって使い分けている。アニマックスでは多数の人気作品を放映している。 それゆえに多岐にわたる作品によっては他の放送局と放映権でねじれ現象が発生している作品もある。ねじれ現象が起こっている主な作品は次の通り。台湾では同じ番組を日本語オリジナル版及び中国語吹き替え版の両方をそれぞれ別々の時間帯に放送している。また同じソニーピクチャーズ系列のアクスンで一部の アニメ作品を再放送している。この他、香港では一部の番組でにカ国語放送を行っている。また、日本より厳しい番組レーティングが行われている。韓国や台湾では番組開始前に投球表示を行っている。台湾では本局の進出前に一時期ソニーが出資していた、超市内で一部の番組が放送されていた。以前は、 日本と同じロゴが使われていたが、2010年5月3日より、アニマックスアジア各局、ブラジル、ポルトガル、ドイツ、中南米各局でロゴが変更された。しかし、一部の国を除き、再び元の日本と同じロゴに再度変更されている。また、ブラジルを含む中南米各局は2011年5月から、ソニースピンにチャンネル名が変更となり、 アニメは深夜のみの放送となった。現在はゲオ、P&G、スパリゾートハワイアンズ、バンダイ、ファミリーマート、ハリボー、コカ・コーラ、スタジオ・アリスが CM もよく放送される。アニマックスブロードキャストジャパンに関するカテゴリー。ありがとうございます。